ミッチェル・シー・ジョーンズは、アメリカ合衆国ユタ州ユタ軍出身の、元プロ野球選手。2000年の MLB ドラフト7巡目で、ニューヨーク・ヤンキースに指名されて契約。2005年には、トリプル A 級、コロンバス・クリッパーズまで昇格し27本塁打。翌2006年も21本塁打を放つものの、メジャーへの昇格はならず、10月15日に、フリーエージェントとなった。 2007年1月11日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約。参加のトリプル A 級ラスベガスフィフティワンズでプレイしていたが、シーズン途中に右の長距離砲を求めていた NPB の北海道日本ハムファイターズに入団。ポジションは外野手であったが、日本ハムでは一類手として起用されることが多かった。前年まで在籍した小笠原道宏と、 新城強氏の対談により激減した、チーム本塁打数を補うために、また、打線の中軸として期待されていた、アンディ・グリーンの不振もあって、長打力不足を解消するための入団となったが、ドアスイングが治らず、懸念された、三振の多い荒い打撃のみが目立ってしまう。そのせいもあって二軍生活が多く、結局球団史上初の連覇には全く、貢献できなかった。それでも、 9月18日に、翌シーズンの契約が正式決定した。球団フロントは、日本の野球になれれば成績は上向くと判断して、2年契約を打ち切らずに、翌年の戦力構想に残すとしていた。2008年は、オープン戦から比較的好調を維持していたが、開幕直前に脇腹を痛めて2軍スタートとなった。その後、4月11日に1軍登録され、 その日の対チバロッテマリーンズ戦6番、左翼手で即先発出場し、2アンダを放ち、さらに、決勝のホームを踏んだ。しかし、三振の大やらい打撃が解消されることはなく、2年目も、チームに貢献できなかった。同年6月9日、球団から対談が発表され、事実上の解雇となった。同日アメリカへ帰国、ラスベガスフィフティワンズに復帰した。 その後、参加の AA、A、級チームが、アルバカーキアイソトープスに変更になったために移籍した。2009年は、AA、A、級で、ホームランを35本を放ち本塁打王を獲得した。また、同年にロサンゼルスドジャースで、メジャーデビューを果たしている。2010年は、アトランタブレイブス参加の AAA 級、グイネットブレイブスでプレー。7月30日、 金銭トレードで、ピッツバーグパイレーツに移籍。移籍後は、トリプル A 級インディアナポリスインディアンスでプレーした。応援歌は、かつてのマイク・イースラーのものが受け継がれたが、イースラーは全所属のドジャース参加のトリプル A 級、ラスベガス・フィフティ・ワンズで打撃コーチを務めており、ジョーンズは訪日直前にイースラーから、日本野球について、レクチャーを受けている。 二軍の本拠地鎌ヶ谷では自主的にグラウンドの水巻きを行ったり、誰よりも熱心に練習に励むなど、その人間臭い性格を見せていた。映画インディ・ジョーンズの主題曲、レーダースマーチに歌詞が当てられた応援歌も作られ、一軍では登場曲にこの曲を使っていた。ありがとうございます。